はい、皆さんどうもお久しぶりです。ロックマンヘクゼファイブやってきます。ルビラフォールエリア6まで来ております。やれることは一通りもうやってきて、今からこれですね、力を示されたチャレンジしていきたいなと思いますが、困りましたねこれがねすごく起きて、早く、せっかくなので、じゃあフルエネルギーを使おうと思うんですが、HP メモリーあと2個がどこ探しても見つからないんですよね。なんかもう一通りもう見に行ったはずなんだけど、あと2つがマジで見つからない。その結果、今忍び出してどっちにしろ外してるからか、まああれなんだよね、レビラフォールエリア4ぐらいからもう普通にウイルス出てきてさ、逃げらんなくてさ、困ってるんですよね。こっから闇の力が溢れ出してみたいな、気を抜くなよ。はっ、後ろのコマ、渦の向こうから何かが近づいてくる。うおー、我はロード・オブ・カオス、混沌なる世界を支配する。ロード・オブ・カオス、リビラグレイダー、待って、俺パイルドライバー持ってきちゃったな。白き魂、持つものはいいさ。そうだよね、ロード・オブ・カオスだもんね。とりあえず、あれになっております。プログラムアドバンスデッキになってるので、なんとか逃げつつ、頑張っていきたい。で、エリアスチール関係ない。そうか、エリアスチールは効かないし、ダークサークルって聞くのかな。くそ、まずい。回復がないからな。サムライソード、スワローマン。ワイドショットになっちゃってるじゃん。ダークミドル。デルタレエッジ効かないもんね。なら回した方が、目ん玉腐ってましたね。何予想機ってカスタム、おお、でもこれさ、カウントボム入れてるけどさ、カウントボム怪しいよね。待って、回復がないからな、困ったもんですね。いやー困った。やばい。ビッグノイズ。まずい。回復ないんだよな。どうしようかな。もう代わりに崩すか。真ん中じゃないこれ。はい。でも当たんない可能性があるからな。インビジブル使いすぎると後で後々大変なことになるから何とも言えないんだけど、インビジブル123、これ結局後ろ行かれちゃったら効かないからな。とりあえずこのターンはなんとか。消えるの？
ところ消えるの。あ、デルタレッジ効かないでしょ。くそ、なんてこった。え、君、あ、でもいや、ダークロックマンに行っちゃうんだ。まずいね。余計なことはせず回避に徹しましょう。あれ食らった今あれ。じゃあ引き続きチャレンジしていきたいなと思います。
よし、3回目の挑戦というか、とりあえずチップ変えてやりました。ダークサークルとかまだ残ってるけど、あれですね、サーチソウル使うため用にっていう感じで、でデルタレンチももしかしたら1回1発ぐらいは当たるんじゃないかなと思ったんだけど、当たらなかったね。我は混沌なる世界を支配する。というかこれでこんだけ苦戦してるってことは、後々ちょっとあれですよね、闇の力ある限り我は滅び、この後不安ですね。あー間違えた。ものすごいパワーだった。巨大な悪の反応が一つ消えた。誰だ。だがしかしこの星にはまだ多くの巨悪が潜んでいる。悪がなくなるその日まで戦い続ければいい。ニュ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 、バトルチップ、これはバトルチップ、ギガントフック、ギガントフックが2発だから真ん中が一番効くのか。手前2列奥2列で多分行くから真ん中の縦1列は効くはずだったな。悪の力もやがて蘇る。悪を倒すには戦い続けるしか道はない。あなたは一体、我は悪を滅ぼそう、いつも見ているとさらばだ。待って、行っちゃった。悪を滅ぼそうの一体誰なんだ。けど考えたって分かるもんじゃないし、そろそろ帰ろうか。俺たちにやらなきゃいけないことはたくさん残ってるからな。そうだね。HP メモリーまた探しに行くたびに出るか。ギガントフック、横2マス分の拳を拳が2つ、フックを放つ。480ですね。まあ何入れたっていうと、とりあえずバブルラップだよね。電気系ダークサンダー以外は電気系ないから、バブルラップが復活するの。テリアスチールちょっと抜いてインビジブル突っ込んだのと、カウントボム系をソードにしてドリームソード入れただけですね。でこの後の予定なんですけど、とりあえず今現状でスタンダードコンプ、メガクラスコンプ、ギガはまだコンプできてなくて、ダークチップコンプ、プログラムアドバンスコンプまで来てて、でこの後プラグアウトしてもう一回来て、ロードオブカオスともう一回戦って、その後もう一個戦って、ギガチップがコンプされて、最後ニブラグレイ SP で終わる予定です。一応一つの動画にまとめると思うので、このまま続くとは思います。ではまた再びお会いしましょう。お疲れ様です。
さあラストバトルだと。あのフォルテ戦とかちょっと後で話すとして、もうここら辺は同じですよね。じゃあ行きますか、ネビラグレイ SP。 あれは帰ってきております。またデッキはさすがに変えました。でカスタムでね、HP プラス100を入れてまして、あ、もういきなりドリームオーラサンクチュアリーいけるな。もう全部やってみようかなと思って。リアルが SP の時さ、あの効かなかったじゃないですか、ドリームオーラサンクチュアリー剥がされなかったから、それにかけてちょっとやろうかなと思ってて、これでなんかこの炎ぐらいだったら防げそうですね。ちょっと食らってみよう。あ、いける、これは防げる。あ、これダメなんだ、そんな効くんだ。はいはいはい、そっか、ドリームオーラ一瞬でいったな。じゃあバブルラップの方が良かったかな。で代わりにもう1枚抜いちゃったからもうないんだよな、まずいな。前半を余分なあれで、これそんな強いのか、困りましたね。ドリームオーラじゃない、バブルラップ一応回復リカバリー300っていうかあれ入れたんですよ。これが来るから結局後ろに入れないんだよな。うわー、こうなっちゃうと何を切るかになっちゃうから、ドリームソードを切るか。ダークサークルはもうあれ用ですね、単純に。あれ、サムライソードさっきなかったっけ。ダークサークル用じゃなくて、ギガントフックが来たけど結局シャッフル用だったんだけど、シャッフルいかなかったし、これ当たるかな。よしよし、意外とどうにかなってるんだけど、そう、1枚ずつ、よっしゃ、もう外80、これまずいっすね。あー、じゃあまた勝てるまでやるか。
わーし、火力が足りなくてどうしようかと思った。めっちゃやり直した。結局ね、火力足りなくてさ、プログラムアドバンス一つも崩せないっていうところが分かって、今崩さないままやれたんですよ。だけどそれでも火力足りなくて、ダークソード2発当てなきゃいけない。1発目は当たったけど、2発目正直当たるか分かんなかったけど、当たってよかった。はあ、いやー、終わったー。長かったね。あのさ、プログラムアドバンスはさ、前作っていうか自作のさ、マスターソウルみたいに一発の攻撃力が高いあれがない、なくはないんだけど、置物系のプログラムアドバンスもできないし、なんかパイルドライバーとかも無理だし、多分ポイズンアルビ試しないけど、ポイズンファラオも無理でしょ。ギガンカウントボムもダメだったでしょ。だからあとはダメだったらマッドボクサーとかもあれじゃん、ダメじゃん。だもしかしたら、まあ、ダーグ ワイド以外、なんだっけもう疲れちゃったから、あれが口がろれつ回ってないんだけどさ、なんか結構さ、広範囲に広く与えるプログラムアドバンス使って、一発集中系がさ、ギガキャノンとかさ、まあ、ドリームソードとかも400しかないんだけど、もう一つとしたらそこら辺の威力変えるしかないかなって。そう考えるとあれだよね、スワローマン、ワイルドスワローってさ、当てやすくてさ、ちょうど一番前にいれば、2マス前に 3ヒートするから、それで600でしょ。で、ギガントフックも、2発ヒットするか480でしょ。デルタレッジ確かダメだったでしょ。ってことはフォルテも多分、マグナムとかでダメだ、マグナムとかサークルガンとかでダメだったから、まあ、多分そこら辺、フォルテも多分無理だから、ちょうどいい感じにギガントフックが手に入ったんだけど、ジャスティスワンでもよかったのか。真ん中一発に勝手に落ちるから、あいつ真ん中で止まりやすいから、ジャスティスワンだったら一発260ぐらいだったでしょ。で、ドリームオーラサンクチュアリが全然意味をなしてなかったから、まあサンクチュアリは、穴パネルを埋めるのに使ったりしたけど、ドリームオーラが意味なかったし、ドリームオーラ入れたことによってバブルアップがね、あれになっちゃったから、ジャスティスワンでよかったかもな。それでもまあ、火力は足りてない。ちょうど、でもどっちにしろドリームソードじゃない、ダークソード一発当てるところまでいかないと。カーネル行かなかったね。ダークチップをもっとうまく使えたかな。でもダークメテオもそんなに当たる？だったらもっとインビジブルとかぶっこんでダークメテオとかにするしかないのかな。ダークサンダーもまあ威力は低いけど、まあ飛行かでも200だからね。2回ぐらい当てられれば400で麻痺で他のチップにつなぎやすいっていうのがあるけど、ああトルネード系か。トルネード系もいいよね。動き止めてトルネード系か。多段ヒットするし、まあいろいろやり方あったかもしれないけど、ダークサークルに頼ってると大変なことなんですよね。 SP ナビをことごとくダークサークルでやってたから完全に消えた。あーでね、 HP メモリー1個マジでね、最後の1個どこにあるか全然分かんなくてさ、多分一通り多分全部かな、回ったはずなんだよね。見落としがあるのかな。1個はねあれだったんだよね、合格客船の電動にあってさ、そこ絶対取ったもんだと思って行ってなかったんだけど、行ってみたらあった合格客船2つは通ってなかったんだよね、展示台と。でもまあ他は結構回ったんだよな。あとどこがあんの全然わかんなかった。だから HP980 のままで、ナビガスはスーパーアーマーいらなかったのかな。でもわかんないね、ダメージ食らいながら行くから、やっぱスーパーアーマーってあった方がご利用するのにはいいよね。でアンダーシャツ入れてカスタムプラス1、メガプラス1か。で空いてるスペースに、HP100 をぶっ込んだ。フォルテで、フォルテとフォルテ SP 戦はそんなに
そんなに違う、初めからボイスなボイスボイスなしっていう言い方あれだな、実況なしでやってたんだけど、まあ勝てるまでどうせ時間かかるだろうなって、まあ時間かかったんだけど、フォルテにまず自信まずがクライマ、フォルテですげえ苦戦して、フォルテこんな苦戦したら SP どうすんだと思ってさ、フォルテもしかしたらダークシューティングバスターがやっぱ強いから一発120ぐらいでしょ、だからあれだったらもしかしたらドリームオーラサンクチャリ効いたかもしれないけど、でヘルズローリングがどうだったかな。でヘルズローリングはあの避けれたんですよ。ヘルズローリングってさ、上と下に、転がしてくるじゃん。で1マス追尾だからどっちかに誘導して回ってかしてあげればいけるんだけど、その後にフォルテがさ自分から切り込んでくるじゃん。であれのフォルテの本体に当たるって、で確かあれめっちゃ食らうんでフォルテの本体にもっていうね。フォルテ SP 終わったらなんかチップもらえるかなと思ったらもらえなかった、ね、フォルテでもらえて、フォルテでフォルテもらえて、フォルテ SP は、勲章っていうのかな、タイトル画面の印ですね、あれだったリーガル。ダークソードの使い勝手は良かったよね。エビラグレイはさ、あ、そう、フォルテはそう、結局あれにしたんだっけ、ダークサークルでどうにかしたんだっけ、もう記憶が。フォルテはそう、エリアスチール効くからね。で、フォルテはフォルテにして、ダークサークルでとどめさせたのか。エビラグレイさ、エリアスチール効かないからさ、それがね、で一瞬エアシューズ入れようかなと思ってて、穴開いてれば結構防げるんですよね、レベルゲーって。でフォルテも結構防げてたよね。ただエアシューズ入んなかった、ナビカスでかすぎた。でかくん、さあこれでエクゼ5を完全クリアしましたね。ようやく1年ぐらいかかってますね、確かね。あのね、ここら辺で始めたエクゼとか妖怪ウォッチとかで、そこら辺で始めたやつ結構さ、のんびりやるつもりでいたら1年経ってたって、1年あっという間ですよね。で次なんだけど、ちょっと今どうしようか考えてて、結局さ、この5始めた頃ってリメイク出ない、リメイク出るって言ってなかったから、まあ、全部やるつもりでいたんだけど、この1年の間にリメイク発表されちゃったじゃないですか。だからどうしようかな。でこの今 Wii U でやってるんですけど、 Wii U の中にまあ一通り入ってるんですよ、全部買ったから VC を。あ、どっちかしか買ってないんですけどね。だから今、ブルースでしょ、カーネルは買ってない。一応実機で持ってるから、アドバンス版持ってるから。で、グレイガーだったでしょ、6は。で、ファルザー持ってるから。で、4が俺どっち持ってるか分かんなくて、どっちやったか忘れちゃったんだよね。だから4も一応トーナメントレッド3かブルームーンどっちかを買ってて。あ、コスモマンもデザインか。ここら辺なんかコロコロでよくデザインでやってましたね。コスモマン、スワローマン、フットマンら辺がそうなんだっけ。もうここら辺は確かデザインは恒例かなんかしてたよね。でなんかどっかでさ、3かなんかのプログラムアドバンスで確かグランプリパワーみたいな、確かプログラムアドバンスがあったような気がした。ミストマンとか確かそこら辺だよね。で3は、ブラックやったことなかったからブラック買って、で2はもともとやったことないので、で1は買って、おーごめんなさい、ワンは買ってなかったんだけど、DS のオペレーションシューティングスターがあるから、まあ、アドバンスに持ってるんですけど、まあ、それでいいかなって思ってて、だから次どうしようかな。普通に我関せずで Wii U 版やってもいいし、でリメイクは買う予定なので、一応どっちで買うか今か悩んでて、まあ最悪スイッチと
プレ4両方買えばいいかなとも思ってますね。配信やるのに圧倒的にプレステ4の方が良くて、もうただ配信ポチって押せばいいだけだからさ、すごい楽でいい。でどっちにしろスイッチはさ、高画質でパソコンスペック悪いから高画質配信できないから、まあ、プレステ4でやった方が全てにおいて楽だというね。ただ持ち運びできるのはスイッチなんだよなと思って、気軽にできるよね。プレステ4ってさ、テレビつけてゲーム起動して座ってよしやるぞっていう、まあ、大画面でできるからね。でも結局スイッチの場合さ、テレビ出力もできて、あれでもね、携帯ゲーム機としても使えるから完全にスイッチの方が良さそうな気がするけど、プレステ4だったらさ、多分トロフィーあるでしょ。せっかくだからトロフィーやりたいね。ってことはこれまた結局やるんだよな、52時間。でも妖怪ウォッチがね、何時間だっけ、60時間ぐらいだったから、まあ同じぐらいなのかな。でも結局やり直しとかさ、結局今これさ、フォルテ戦とかも倒した時間、戦ってる最中の時間は、違うな、やり直してる時間含まれてないから、まあもうちょっといってんだよね。だから同じぐらい、60時間ぐらい、両方とも60時間ぐらいなのかな。まだか、この後か。でも地味にカンクリってしたことないんじゃないかな。3がさ、確かえぐいんだよ。なんか7、8個ぐらいさ、星があって、確か圧縮できちゃうんだよね。ガウ、まあ、流星もやりたいよな。流星行くのもありか。で、エグゼのリメイク発表、リメイクでいいのかな、が出たらそっちで映ってもいいし、あ、でもせっかく買ったから、Wii U でもいいかな。ね。どうする、次、オペレーションシューティングスタイルか、それとも4に行くか。ガウ一人だけ取り残されてかわいそうに。おお、びっくりした、これな。 Thank you for playing。 完全クリアすると最後にチームブルースのみんなが出てくると。 OK、 やりきりましたね。よし、シナリオクリア、スタンダードコンプ、メガコンプ、ギガコンプ、ダークチップコンプ、プログラムアドバンスコンプ、フォルテ SP を倒しました。でさっきのあれでネビラクレイ SP を倒しておしまいです。はーい、お疲れ様でした。約1年、正確な日数は分かんないけど1年以上経ってたはずです。お疲れ様でした。長々とご視聴いただきましてありがとうございました。次回はどうしようかな、エクゼ4に行くか、流星のロックマン1に行くか、ロックマンエクゼオペレーションシューティングスターに行くか、はたまたトランスミッションに行くか分かりませんが、エクゼシリーズ続けていきたいなと思います。1年に1本みたいなケースになっちゃってるから、ちょっとそこら辺も考えないといけないですね。シナリオ進めてるときはいいんだよね、普通にそのまんまシナリオやっていけばいいから。ただ途中この最後でね、各種コンプリートになったときに恐ろしいほど時間かかるというか、やる気が出なくなって後回しになりつつあるっていう。はい、じゃあ次回実況でお会いしましょう。お疲れ様です。さよなら。